じゃあ行きますか。レッツダゴー。あれ、よいしょ、いける？あー、ちょっとずれちゃったね。オッケー、いけるいける。入った入った。イエス。で、聖書。聖書っぽい、この神々しい光。まあ、明らかに、あそこだよね。で、特に、めっちゃ光ってるね、この聖書。何が起きんだろう。ちょっとじゃあ、次下に降りてみましょうか。テレビがある。おっちゃん。おっちゃんかと思ったら、漁師のおっちゃんだね。あっちのおっちゃんだよ。どうすんの？テレビを、テレビ消すの？あ、脳みそあった。脳みそ、ちっちゃい脳みそ。取れないぞ、取れないですね。お茶あれかな、お茶あれかな。テレビ見てバカになっちゃったのかな。脳みそがちっちゃくなっちゃったんですかね。ということは、待って、このテレビどっかない？こっちだ。こっちは、あったあったあった。登るところ発見しました。で、上に、こっちに本当にバールがある感じ。なんもないね、これ。あ、切れた。ってことは、テレビを切ったから、テレビを切ったからどうなった？大きくなってる、大きくなってる。でも取れない。なんで取れないの？なんで取れないの？あれ？大きくなってるよね、明らかに。そういう流れ？これ、え？これ、本当に自分が言ったまんまじゃない？テレビを見てたからバカになったと。で、テレビを切ったから、テレビの見すぎてバカ漫画の流れじゃん、これ。ねえ、テレビを見すぎてるからバカになるよっていう、ね、漫画のそういったコマとかあったじゃないですか。まあ、テレビで、あの、なんつうのかな、ドラマとかでも言われたりしてたけど。で、今テレビ切ったから、賢くなったってこと。大きくなったってことは、待って、じゃあこの本置けんじゃない？ほら、本を読んで賢くなりなさいって書かれたマジか、マジか、言ったの当たってたじゃんマジか、これ本を読んで賢くなったぞ。見て、脳が大きくなった。よかったな、じゃあ賢くなったぞ。だから、この脳はいただいて、さらばだ。やった、そういう流れかテレビを見てるからバカになるよって、マジかよ。まさかドラマとかね、漫画でのそのセリフが当てはまるシーンと巡り合うとはね、思いませんでした。この、しかもこのハローネイバーでね。なんか、他の勉強系の、ね、ゲームとか、なら、ね、こういったことあり得るって思ったけど、まさかハローネイバーで、これが当てはまると、だったら脳みそ入れてもらおうと。この脳みそ、凍ってるよね。どうなんだろう、寒くて凍ってるね、絶対。シャーベット状の脳みそって美味しいんですかね、ちなみに。インディン・ジョーンズでさ、猿の脳みそを食べるシーンがあったじゃないですか。あれもシャーベットじゃなかったっけ。どうなったの、猿の脳のシャーベット美味しいのかな。脳みそ自体食ったことないから、自分何とも言えないけどね。動物の脳みそ食ったことないし。じゃあこれ聖書を置こうか。セッツ。あ、ゾンビが。いや、ハロー、仲間だよ。どうしたのどうしたの。あ、茂みに入っていった。おうおう、ありがとう、ありがとう。わざわざ脳みそを持ってきてくれたよ、この子たち。優しいね。4つ分か。しょしょっとしょっとしょ、終わんないね。どこ
まだやることがあるみたいです。あ、ありましたね。ここあっちから行けんじゃないか。届くかもね。ちょっとやってみます。ここはねどうすればいいのか分かんなかったけど、あ、いける、絶対これいける。せーの、おいしょ。お前いけんかった。あれ、いや多分合ってると思うんだけど、場所が悪かったのかもしれない。負けないこと、投げ出さないこと、信じ抜くこと。あ、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 分かった分かった、いける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 。ここじゃないんだよ、ここに乗っかるようにするんだよ。ほっ、これいけるんじゃない。ここ、ほらほらほら、来た来た来た。あっぷねあっぷね、今屋根に弾かれちゃった。はーい、乗れました。けど正直こっから登れる場所ある？はしごないよね。え？これダメなやつだね。これいけんじゃない？これで、これでいけんじゃない？これでいけんじゃない？これでいけんじゃない？これでいけ、いけるいけるいけた、いけた。やった！なんだ、これでいけるじゃん。てっきりあそこからだと思ってたけど。やった、成功成功成功。オッケーオッケーオッケー。もしかしたらって思ってね、飛んだ瞬間ずっと後ろボタンを押してたんですよ、バックボタン。そしたら、いい具合にこう落ちてくれました。やった、スコップ。スコップ。やっぱ掘り起こすんだね。よいしょ。掘り起こして脳みそを取るんですね。はぁ、数時間かかっております。あれだ。もう、掘らしてよ。どこれん。あ、水が溶けてる。水が溶けてるじゃない。氷が溶けてる。脳みそ落ちてない？脳みそ。あ、バール発見。やった。あ、あそこにいる。キーアイテム2つ見つけましたね。これは、はかどりますぜ。シャッシャッと、脳みそゲット。あった。はい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 、脳みそゲット。うぅ。なるほどね。あそこの氷が溶けたのか。残りはここだね。よいしょと。スコップは、まあ、とりあえず、手前に置いておきましょう。お前の役目は終わった。あとバールだ。ほっ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 と入るで、入るで。脳みそあった。冷蔵庫に入ってましたね。うん、ゾンビが買い物してます。ちゃんとあれだね、規律正しいですね。ゾンビくんたちはしっかり並んでますよ。うん、どうしたどうしたどうした。やばい、食おうとしてる。食おうとしてる。女の人。落ち着いて、ゾンビくん。味噌味噌。ないのかな？ないか。いや、あるあるある。見て、上行けるよ。あったあったあった。オッケー。こっちかな？これでラスト脳みそになればいいね。ラスト脳みそ。あ、これそういうことぽいな。はい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 。わかったわかった。各場所に脳みそがあるから、これ取ってって言ってんだね。ほらほら。そういうことね。はい。あと1個しか取れねえな、脳みそ。バールはいらないのかな。ここに置いとこう。脳みそください。よいしょ。ほらよと。まあ、おしまった、今勢いよく投げちゃったね。脳みそ柔らかいからべちゃっと潰れないか今心配だったけど大丈夫でしたね。タフな脳みそでした。ここはあった。はい、脳みそ。ういあぶね、入ってんね。脳みそくださいな。本当にないかこれ。
あるやん。あったあったあった。脳みそ。オッケー。ラスト脳みそ。ふう、ゲット。ちょっと、おお。苦労してきたのに。すげえ落ちないようにね。もう慎重に行きます。ゲット。オッケー、これ全部の脳みそ手に入れたんだけど、すごい量になりましたよ。一回じゃ持って帰れない。1、2、3、4、5、6、7、8。8個の脳みそを手に入れました。いや、多すぎやろ。もういいや。ちょっと一旦、ね、運んでいきたいと思います。で、この後どうなるかだよね。兄ちゃんがめちゃくそ機嫌が悪いけど、こっから良くなるのか、それとも、ね、すごく悪くなっていくのか、気になるところ。終わりやろ、さすがに、本当に。よいしょ。ほらよ。来い！来た！あ、撃ってきた。あ、これトレーラーだ、のとこだね。あー、目に当ててきた。やめなさいって、兄ちゃん。めちゃくそいじめてる。目に当てちゃダメだよ。失明するよ。3人だね。取った。悪いの兄ちゃんだもんね、もうこれ圧倒的に。おっちゃんは正しい判断してるよ。で、妹が来て、やっぱ泣いてるね。やらないよと。あっちに行けってどういうこと？下？あん、ビン、ボン、ビン、バン。あ、逆になったね。あ、消えた兄ちゃんが。はい、ということでね、まあ、死者の国編かな。うん。まあね、これにて終了とさせていただきます。なかなか面白いものも見れましたね。あの、テレビを見るとバカになるようなくだりとか。いや、あれはね、一番面白かったかもしれない、今回。の中では、なかなかね、なかなか面白いところだったと思う。で、いよいよ次でラストです。なんで、ね、よかったら、この続きも見てやってください。次はどうなるかね。はい、それではね、島津のハローネイバー、ハイド&シークでした。ご視聴ありがとうございました。失礼させていただきます。